なんかそこで。こんばんは、こんにちは。はーい。はーい、皆さん。こんばんみー。メリークリスマスです。皆さんメリークリスマスです。今日は25日、12月25日メリークリスマスということですね。どうお過ごしでしょうか。今年はなんかすごいね、この髪がね。今日はそう、どうお過ごしでしょうか。今年の何これ、何の傾向。25日、今年のクリスマスはね、皆さんにとってすごい、何でしょうか。ジェブジクオンのファンクラブのですね、ファンミーティングですね。そして、ファンミーティング、普通のファンミーティングということで、2つ、2公演、今週の日曜日27日に、開催することになりました。まあ、急遽開催ということでですね、ので、今回もですね、明日までかな、多分明日までチケッティングできるんじゃないかなと思うんですけれども、今回はですね、その今週末に行われる、ファンミーティングのですね、チケッティングを皆さんと一緒にしていきたいなと思います。まあ、時間も時間ということで、まあ、この時間多分皆さんバタバタしてるんじゃないかなと思うので、まあ、アーカイブに今日は残させて、いただきたいなと思いますので、まあ、後で、まあ、一緒に今日今やっていただいてもいいですし、後でですね、こうアーカイブを見ながら、まあ、チケッティングしていただければ嬉しいんじゃないかなと思います。で、今週末のその27日のですね、3時、そして3時と、午後3時と午後6時半、2公演やらさせていただきます。午後3時からの公演はですね、そのファンクラブの、まあ、皆さん見れるんですけれども、まあ、ファンクラブのファンミーティングということで、まあ、その皆さん、チャックの皆さんとですね、楽しい時間を過ごす。やったんですよ、ライブを。で、その時は、韓国って、ファンクラブが1年ごとに、
こうなんていうんですか、ちょ違うんですよ日本とファンクラブのやり方というか、こう運営の仕方がね。日本ってこう入った時から1年間有効でまたじゃあ更新してっていうやり方なんですけども、韓国はですね、いつからいつまでファンクラブの募集しますって言って、その例えばじゃあ6月から7月まで募集しますって言って、その7月からその期間に応募してくれた方が1年間ファンクラブっていう、そうで、またじゃあその次の年のまたじゃあ6月から7月まで募集して、そっから1年っていう、その途中の10月だか12月だかもう1月か2月に途中で加入ができないんですよファンクラブに。まあ日本って大体好きな時にファンクラブに入ってそっから1年有効ってことじゃないですか。それがちょっとね違うわけですよ。で例えば韓国だとファンクラブ1期2期3期4期っていう風にどん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 こう1年ごとにこうみんなで更新していく感じなんですけれども、なんでずっと同じ曲が流れてるんでしょうか。はい。そうですね。日本はですね、それがないので、韓国のそのファンミーティング、先週やったファンミーティングはですね、その第2期です。僕たち、JBJ クオのファンクラブ、2期のファンクラブということで、あ、ファンクラブファンミーティングということでやらさせていただいたんですけども、まあ日本もですね、ファンクラブありますので、ファンクラブのファンミーティング、そして、一般の普通のファンミーティング、二回やらさせていただこうということで、二公演やるわけです。今週末に。ちょっとめんどくさいでしょ？そう、ややこしいんです、韓国って。この今の僕の説明でも、まあ、伝わったかどうかわかりませんが、まあ、僕の語彙力のね、がちょっと足らないもので。まあ、要するに日本と韓国のファンクラブの運営の仕方が違いまして、なので韓国では創立式っていうやり方をやるんですよ。ファンクラブの創立式、ファンクラブがじゃあ一期が創立しましたっていうことでファンミーティングやったりとか、創立式っていうのをやるわけです。で先週韓国では第2期の じゃあさせていただきます。まずはこの説明をしてからじゃないとですね、何なんだこの2公演はと、1日に2公演同じようなことをやるのかと、まあ、誤解される方がいるんじゃないかなということで、まあ、まずは説明させていただきました。でまあまあまあ、そのファンクラブファンミーティングとファンミーティングということで、まあ、もちろん内容が違うわけですよ。で先週韓国でやらせていただいたんですけれども、またその韓国でやらせていただいた公演ともまた違うんですね。内容が。で、やる曲ももちろん違いますし、コーナーも違いますし、そう。なんで、先週見ていただいた方にもね、楽しんでいただける、じゃないかなと。まあ、ただ先週見ていただいた方っていうのはもう、
もう一回チケット取ってるはずなので、わかるんじゃないかなと、その方々多分もう取ってくれてるんじゃないかなって勝手に思っているんですが、ちょっと待ってください。そう思ってるんですが、まあ、ただね、まあわからない方、そして、お、ちょっと興味あるなと、このライブを見て興味があるなと思う方にとってですね、に対してですね、今日は一緒にチケッティングしましょうということで、今日はやらさせていただきたいなと思っております。はい、でですね、そう、何を言うとしたんでしたっけ、何を言おうとしたんでしたっけ、僕が。まあまあまあ、そういうことなんですよ。とりあえず。とりあえず。はい、そういう感じになっております、皆さん。もう皆さん、撮っていただけましたでしょうか？撮っていただいた方いらっしゃいますか？撮っていただけましたでしょうかね？どうですか？今日は一緒に今から、ね、チケット取っていきたいなと思いますけれども、日本のその日本のファンクラブファンミーティング、そしてファンミーティングなので、もちろん日本語での進行になりますし、なのでそうそうそう、もっとわかるんじゃないかなと、思いますよ。何言ってんだろうみたいなことがないので、日本語なのでね、そうそうそう、なのでぜひもうちょっとでもね、気になるなっていう方がいらっしゃいましたら、一緒に楽しい時間を過ごせたらなと思いますし、今年はね、日本でね、一回もこう日本に行けなかったわけですよ、 JBJ コーとして。まあ僕は個人的に行ってきましたけれども、春にね、こうやっぱり海外に今行けないわけですよね。この1年間やっぱり、まあ、皆さんどのグループもそうですし、どうアーティストさんとか、もちろん歌手の方じゃない方で芸能の活動してる方、みんなやっぱりこうライブだったりイベントだったり、ね、海外でなんてね、できないですし、国内でするってなってもやっぱりちょっとこういろいろ問題があったり、そう、大変な一年だったじゃないですか。なので僕たちもね、本当だったら日本に行ってね、ライブだったりなんなりしたかったんですけれども、まあそれがまあ叶わなかった一年ではあるんですけれども、まあこうして年末にですね、まあオンラインという形で、まあ皆さんとお会いする時間がね、持てるということで、僕はまあ嬉しく思いますし、まあそのいろいろね、準備の方もしてます。まあコーナーとかもそうですし、もちろん曲とかもね、いろいろ準備してるので、本当に楽しんでもらえるんじゃないかなって僕は個人的には思っております。うん、まあ、なので、まあ、来年はね、そうね、来年は本当に実際に皆さんと直接会っていろいろこうライブしたり、なんかこうイベントができたり、直接こうコミュニケーションが取れる、そんな一年になればいいかなと思っておりますけれども、まあでもわからないのでどうなるかね。なので、まあ、今年の終わりに一緒にね、年末過ごせたらいいなと思いますよ。あ、そうだね。じゃあちょっとちょっと待ってくださいね。これ僕がコメントはできないんでしたっけ？これ僕はコメントできないんだっけ？あ、できたできた。はい、12月の27日ですよ。にファンミーティングやります。
はい、ということで今固定させていただきました。ということで、まあまあ今からじゃあ一緒にやっていこうかなと思うんですけれども、皆さん準備はよろしいでしょうか。少しでも気になるなって方がいらっしゃいましたら、今一緒にねチケッティングしていただいても嬉しいですし、まあ、先ほども言った通り、まあアーカイブ残しますんで、後でまた見ていただいてもうんいいんじゃないかなと思いますよ。いいですか？大丈夫ですか？じゃあまず携帯をね、今日は携帯でやろうかなと思ってるので、携帯を準備していただいてですね、パソコンからもできます。パソコンからもできますし、携帯からもできるんですけども、まあ皆さん携帯の方が、パソコンより携帯の方が多分皆さんね、持ってると思うので、うん、携帯で、やらさせていただきますよ。で、これね、韓国、と日本でサイトが違うので、韓国の方はですね、とかあと韓国にお住まいの方はですね、違うサイトの方を使っていただければいいんですけれども、まあそちらの方はね、僕たちの公式の JBJ 君の公式のアカウントを見ていただければ、まあ、全部その一応告知は載っているので、そちらチェックしていただければ嬉しいなと思います。で、今からやるのは、日本の方、日本にお住まいの方向けの、あれになってます。チケッティング講座になっておりますよ。いいですか？はい。じゃあ早速ですね、やっていきたいなと。お、ごめんなさいね、すいませんね。はい。今、姉から電話来ました。ごめんなさい。はい。あ、ちょっと姉に今ちょっと電話しないでって、ちょっと連絡しますね、じゃあ。少々お待ちくださいね、皆さん。今、インスタ、ライブ中。あとで、連絡、するってことでね、はい、今送りました、姉に。まあ、さっき姉に電話したんですけれども、まあ、仕事だったみたいですね。皆さんお仕事でしょう。今日もクリスマスだけど、クリスマスお仕事の方多いんじゃないでしょうかね。えお仕事、あ、ペンミのね、アーカイブは残ります。一応、今回ですね、12月27日にやらさせていただいてですね、そこから多分1、2週間、まあ長くても1ヶ月以内にはですね、アーカイブが配信されます。で、そのアーカイブが配信されて、3ヶ月でしたっけな ?3 ヶ月、はい、はアーカイブとしてずっと見れるので、もし、まあ急ということでね、27日、ああ、見れないわ、っていう方がいらっしゃいましたら、チケット買っていただければ、買っていただけましたらですね、もし27日見れなくても、見れるので、まあ、ライブでその生中継ではなくなっちゃいますけれども、一応、公演自体は、見れますので、そちら、ぜひぜひ、なんて言うんですか？こう、ああ、って思わず、そうですね、していただき、買っていただければ、安全に見れるので、はい、と思いますよ。うん。そう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 。まあ、でも実際にね、ライブじゃないとダメっていう方いるじゃないですか。もうライブじゃなかったら見る意味ねえやっていう方がいらっしゃるかもしれないですが、正直そういう方はですね、強制はしません。見ていただきたいですよ。僕たちは見ていただきたいんですけれども、人それぞれですから。しかも急でしたし、告知がね、告知が今週の月曜日かに上がったんです。今週末なのにね。まあ、急遽だったんですよ。決定したのが。はい、なので。まあまあまあ、
なのでね、そうそう。いいんですよ。だから部活で見れなくてもね、後で見れますから、また。見れないから、って言って諦めてもらっては、ちょっとこちらはね、やっぱり、もったいないじゃないですか。せっかくほら、何？僕たちも準備してるもんで、はい、いきなりやりますって言って、こう今ね、今こういうのはもう準備せず今やってるじゃないですか、インスタライブっていうのは。そうそう、でも、一応僕たちも練習もしますし、いろいろね、いろんな準備を、してやらせていただくので、もちろん見ていただけたら、僕たちはですね、ものすごく嬉しいですよ。それはね、やっぱり準備した分、見ていただけなかったらね、準備した意味がなくなってしまうので、はい。まあ、でも、本当その直接見なかったらね、意味がないって方もたくさんいらっしゃるので、そうそう。ということで、早速ね、もうこんな前振りがいつも長くなってしまいますけれども、早速ね、チケッティング皆さんと今からしていきたいなと思いますよ。最近ね、乾燥がすごくて、顔ってかもうね、体全体がね、もう乾燥がすごいんですよ。もう皮膚もそうだし、もう喉もそうだし、目もそうだし、もうかね、体全体がね、もうね、乾燥しすぎて、もう本当に嫌だ。本当に嫌になっちゃうよね。僕夏か冬かっつったら冬派なんです。やっぱり夏の暑いのマジで嫌いで、本当に嫌いなんです、僕、夏。もう汗かきたくないし、運動嫌いだし。まあ、どっか遊び行くとかはまあ、好きですけど。それよりは それよりは冬の方が好きなんですけれども、冬は冬で乾燥するし、乾燥したら化粧のノリは悪いし、なんかもうね、いくらこう、ケアしてもね、意味がないじゃないですか。いくら化粧しても。すぐ、しかも今マスクしてるからみんなそうだと思うけど、マスクして化粧してマスクして撮るともうね、もう大変。だから嫌い。冬も嫌い。夏も嫌い、僕は。全部嫌いもう。秋か春。ね。はい。ってことでね。はい。早速始めさせていただきたいなと思いますよ。じゃあまず、僕はですね、サファリから、iPhone なので、サファリからやりますけれども、まあ、Google かなんかで皆さん、Google でもいいし、Yahoo でもいいですし、まずはですね、K-POP チケットと、英語でですね、打っていただきたいなと、思いますよ。ね、K-POP チケット。はい。はい。こうやって、こうなるんですけれども、こちら、下にこうやってぐるぐるぐるっていくと、はい、ここにチケットがあります。買うところが。で、こちらですね、この一番上のここの部分を押していただくと、僕たち2公演やる、その2公演が出てきます。2公演のタイトルが。パート1がですね、チャック、ぜひ、まあ、見ていただきたいなと思うんですけれども、じゃあまず僕はですね、パート1の方買っちゃいますね。で、これ多分どっちもできないと思うんですよ。どういうことですか？いっぺんに入れられないで、一回、どっちも買いたいって方がいらっしゃいましたら、まずとりあえずパート1ね。いいですか？パート1押していただいて、こう枚数あります。これ枚数1枚のままにしていただいて、カートに入れてください。ADDTO
1公演4000円になっております。2公演で8000円です。皆様誰のお宅でしょうか。誰のお宅をされてるかは僕は分かりませんけれども、通常ですね、チケットを考えてみてください。通常のチケットだいたい1公演ですね、まあ、最近は分かりませんけれども7000円ぐらいから、まあ、1万円1万1000円1万2000円ぐらいじゃないんでしょうかね。ねえ。まあもちろん直接会えませんから、まあそれもね、まあ考えなくてはいけませんけれども、でもアーカイブ残りますから。3ヶ月間見放題。そして、やっぱりオンラインだからこその良さもあると思いますし、オンラインでね、やっぱり、直接のファンミーティングとか公演ってなると、ああ行けないわ遠いからっていう方がいっぱいいらっしゃると思うんです。でもお家で見れますから、これが本当にオンラインのいいところではないんでしょうか。僕はそう思っております。はい、ということでこちら、ま、あの一応これあの80ドルで書いてある。ちょっと見えないね、ちょっと待って。8000円ではないよね。正直8000円ではないんですけれども、80ドルですから。はいはいはい。まあ、その辺は、よしとしましょう。そうしましたらですね、今このページでチェックアウトってとこがあります。そのチェックアウトボタンを押してください。そうしましたら、ログイン画面が出てきます。で、このログイン画面、出てきました。ログインをします。しないといけません。で、ログイン、アカウントがある方はですね、ログインしていただければいいんですけども、ない方はですね、この下の部分、ここの部分を押してください。そう、こういう感じで出てきます。で、こう、ファーストネーム、ラストネーム、E メール、パスワードって書いてあるんで、これをちょっと入力していただいてですね、まずはアカウントを作成していただきたいなと思います。じゃあ僕も作成したいなと思いますね。で、自分のEメール入れていただいて、僕も今からやるので皆さんも一緒にやっていただければなと思いますよ。ああ、間違えた。そしたら下に、マイアカウント、なんとかマイアカウントってこれなんて読むねん、これ。CREATE、クリート、クリート、マイアカウントですかね。はい、こちら出てきますんで、はい、こちらクリックしまーす。そしたら私はロボットですかみたいな出てくるんです、これ英語が。あなたロボットって。あなたロボットなのって聞いてくるんです。ロボットのはずがないじゃん。ね？ロボットのはずがないということでですね、こちらクリックしていただく、ちょっと待ってね。はい、こちらクリックしていただきますと、出てきます。ちょっと待ってね。あー、戻っちゃった。ちょっと待って。はい、先ほど言ったとこクリックしていただきますと、僕はですね、マウンテンズ、or、ヒルズって出てきます。要するに、山、そして丘の写真をクリックしてくださいって出てくるので、自分的にこれ山かな、丘かなって思う写真を全部クリックします。はい。しました。そしたら、下の部分のボタンを押します。そうすると、はい、チェックが完了しました。そしたら、サブミットですかね、これ。このボタンを押します。そうしましたら今アカウント、はい、できました。そうしましたら
はい、今ね、このね、あの、メールじゃねえや。メッセージで送られてくるんです、番号が。確認の番号が。で、そちら。あ、すいませんね。打ちます。はい。そうしましたらですね、僕、これ前買ったことがあるんで、出てくるんです。住所とかも全部、打たなくても。カードのナンバーみたいなやつが。ね、多分ね、皆さんもそうだと思う。ショップペイってやつ、多分使ったことある方だったら、登録されてあったら多分、自動でバッて全部、多分全部出てくるんですね。で、それができてる方は、もう、ペイナウってやつを押せば終わります。押せば終わ、もうこれでもうチケットの購入完了されるので。もし、多分、したことない方がいらっしゃいましたら、さっきの下のとこ行っていただきますとですね、ちょっと今一回戻りますね。ちょっと待ってくださいね、皆さん。まず買っちゃいます、僕が。じゃあ。ごめんなさい、これ個人情報あるんで、すごい、見せれないんですけれども。あ、すごい、時間が過ぎちゃったって。時間過ぎたわけじゃないです。僕は一回戻っちゃったんで、変な風になっちゃったんですけれども。わかりました、わかりました。もう一回やるから。ね。もう一回やらせていただきますよ。はい。ちょっとレンジ。まあ、まるで、シーチアナソダミー。僕たちの曲じゃなかったですね。なんなのこれ、もう押し続けて、なんかタイムなんとかなんとかなんとかってなんかね、英語出てきたらずっと押し続けて、ペイナウを、ペイナウずっと押し続けて、皆さんペイナウを押し続けてください。負けちゃダメ、負けないで、負けないで、流そう、負けない、間違ってました。これ僕のあれですね。カードの。ちょ、これごめんなさい。見せれないんですけれども。こういう画面が、出てきます。で、こちらカードのあれを入力するところなので、皆さん直接カードを入力してください。はーい、可愛いでしょ僕の財布、中身見せれませんけどね。じゃ、僕もカード入力していきたいなと思いますよ。そう、ちょっとハードでしょ。でも最近はやっぱり外出れないから、あれ、これダメなのね。外出れないんで、お家で
なんかこうインターネットショッピングみたいにする方多いんじゃないですか。で多分そういう方々は多分したことあると思うから、多分やりやすいんじゃないかなと思います。うん。でもしカードがもしねないって方は、確か僕がこの間のファンミーティングの時はコンビニに行っていただきますと、プリペイドカードみたいな、クレジットのプリペイドカードみたいなのが売ってるらしいんですね、ビザかなんかので。それにお金をチャージするんだったっけな、確かチャージして買ってきて、そのカードをプリペイドカードで買っていただければ買うことができるみたいなので、はい、ぜひねお試しください。さあ僕は今入力できましたよ。はい、できました。ということで僕じゃあ買っていきたいなと思います。お願いお願いします、お願いします。はいはいはい、買いました。Thank you 高田って。Thank you 高田って来たよ。Thank you 高田って来た。メールも来た今。はい、ということで僕は購入が完了しました。でですね、今この購入をしていただきますと、確か前日とかでしたっけに、公演をですね、見る、公演を見るですね、見るためのアクセスコードみたいなのが、この、K-POP チケットっていうところからですね、送られてきます。メールかなんかで。で、そちらのアカウント、そちらの、なんていうんですか、アクセスコードを入力していただきますと、当日ですね、見れるんじゃないかなと、スムーズに見れるんじゃないかなと思います。で、まあ回線の問題もありますので、データの回線の問題もありますので、一応1時間前から、そのページの方は、当日のそのページの方はオープンしてます。で、開始直前ギリギリにこうみんながバーってログインしちゃうとですね、回線が混雑していろいろ問題が起きる可能性がありますので、なので余裕を持ってね、1時間前ぐらいからちょっとこういろいろ試しながらこうログインしていただいて、そしたら安全なんじゃないかなと思います。まあなんで3時、昼間の公演が、1回目の公演が3時からなので、まあ2時からオープンして3時公演です。っていう感じですかね。3時からスタートって感じ。で、夜の公演は17時半から、オープンしまして、18時半スタートですかね。だったと思いますよ。はい。あ、そうそう、今ね、書いてくれたんですけどね、そう、当日もう一回アカウントのね、手続きがあるって、そう、この間これで皆さん多分大変だったと思うんですけれども、ね、ちょっとめんどくさくてごめんなさいね。当日ですね、見る際にですね、もう一度アカウントを作成しないといけなかったんですよ、確か。そう、作成しなくちゃいけないんですね。なので、当日ですね、今、さっきログインした、なんでこのなんかぼやけてんだ?このせいか。なんでこれぼやけてんの?ねえ。どういうこと?なんかこうおかしいね。ぼやけてるね。なんだっけ?なんだっけ?何の話してた今。何の話してたの今。そうさっきアカウント作っていただいた、そのアカウントとはまた別にですね、当日
アカウント作成が必要になると思います。なんでもう驚かずにですね、もしそうなったとしても驚かずにですね、当日驚かずにですね、そういう意味も込めてですね、ちょっと余裕を持って当日は、いろいろやっていただきたいなと思いますよ。はーい。あ、そうそう。じゃあ、もう K-POP チケットは大丈夫ですかね。これさ、なんかさ、最近おかしいんだよね。反応しないんだよ。反応しないの。なんでこれ反応しないんだ？ちょっと待ってね、皆さん。何これ反応しないんだよな。あ、できた、できた。残しまーす。アンダー。はい。できた。何の話したっけ、それで。あ、もうとりあえず今変えたのって、買いましたでしょうか。皆さん教えてください。バン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 。本当に、先週本当に韓国でやらせていただいた時も、本当にね、皆さんからのね、こうサプライズがあったりとか、本当に感動したなって思う。なんかこう、正直、この、本当急遽決まったんです。この日本の公演もそうし、韓国の公演も本当に急遽決まって、本当に正直準備する時間とかあまりねなかったんですよ。でもやっぱり今年最後にやっぱりねチャックの皆さんと会いたいなっていうのもあったし、それでまあ短い期間でしたけれども、まあ準備をしてちょっとこうやらさせていただいて、なのにもかかわらず本当にたくさんの方からこうサプライズがあって、なんか、まあ、もちろんその、チャックンからのサプライズもあったんですけど、なんか、ね、嬉しかったなって、なんか改めて思ったなっていう、そういう公演だったなって。なんかね、本当に2020年が本当にいろんなことがあったから、僕の個人的にもそうだし、その JBJ 行こうとしてもそうだし、なんかそういうのいろいろなんかこう、思い返しながら、こういろいろ噛み締めてやった公演だったので、もうその分そういう皆さんのその、一緒に見てくれてるその、皆さんのコメントだったりとか、まあ、楽しんでくれてるこの姿、まあ、コメントでしか見れませんけど、その皆さんの姿だったりとか、直接そうやってそのサプライズでいろいろ準備、何かいろいろ準備してくれてたりとか、なんかそういうのが本当に、
本当になんかこう本当にこう心が温まったし、嬉しかったしありがたかったし、そういう公演でしたね。まあなんで、まあ日本の公演もですね、まあ皆さん本当に2020年最後に楽しい時間を過ごせたらいいなって思います。なのでぜひ見ていただきたいなと思います。そうね、そうです、本当に本当そう、ぜひよろしくお願いしますよ。そう、セレブリティパーティーね、去年僕たちが、日本でやったあのコンサートツアーですね、ライブツアーの、ありがとうございます、見に来ていただいて、その時も本当に楽しかった思い出がある。なんか本当に毎公演毎公演全部コンセプト変えたんで、その時も結構いろいろ準備大変だったんですけど、でもね本当に楽しかったかも、その時も。あ、大輔、大輔、愛してる、愛すってる、ありがとうございます、嬉しい、日本語でありがとう。まあ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 、あ、そう、ケルサだったりとか、クリスマスソングっていうあのバックナンバーさんの曲カバーさせていただいたりとか、そうなんですよね。あとドレスコードみんなで決めたりとかね、そうそう、楽しかったなって思うよ。なんだっけ、思うよっていうの、なんだっけ、誰だっけ、芸人さんいたよね、なんとかなんだと思うよっていうの、まあいいや。そうそう、まあ、そんな感じです。今回のドレスコードはねないです皆さんお家の前でですね、お家の前でじゃないね、お家の前で外になっちゃうね、お家でですね、お家で何、まあ携帯でもいいですし、まあパソコンなりあのタブレットでもいいですし、テレビでもいいですし、あ、そうそうそう、秋山森のシーン、そう、羽飛び羽飛び羽飛びだよ、思うよーっていうのなんだと思うよーっていうやつ知りません？もうこれあれかな、ジェネレーションギャップかな、すごい、いやー、ジェネレーションギャップ。そうだからまあ、お家でまあ、パソコンなり携帯なりテレビなりの前でですね、最前列だと思って、まあ、この間も言いましたけれども、オンラインファンミーティングは皆さんが最前列です。チケッティングの心配もございません。ものすごい後ろの席だったなんてことはありません。皆さんが一列目センターで見れるということで、その辺は心配なさらず、そして、本当に楽しい内容になってるんで、まあ、この間ね、台本もらいましたけれども、今週のファンミーティングの台本もらいましたけど、あ、面白そうって思うようなコーナーがいろいろあったりとかするので、主人公は俺だって、そういうことです。そういうことです。なので、皆さんぜひ楽しんでいただきたいなと、思うよー。はい。ね、今ずっと流した曲が僕たちの、新曲ですけれども、さっき聞いたシャルビルって曲ですね。このシャルビルっていう曲、今シャルビル流してますけれども、この曲、ダンスバージョンをですね、初公開させていただきます。先週の韓国の公演で初めて公演、初めて
公開させていただきましたけれども、日本の公演では初めての、公開ということで、この曲もですね楽しい曲に。弥生県行きたい。僕日本住んでた時、東京住んでた時、弥生県マジで行ってたよ。深夜に練習してたんですよ、僕日本で活動してた時ね。で、いや、終わって、練習終わって、弥生県いっぱいあるじゃないですか、東京に。僕の地元に弥生県は見たことないけど、そう、弥生県行って、弥生県の、で、弥生県ってご飯、おかわり自由じゃないですか。おかわり自由なの。で、僕は、生姜焼き定食が大好きで、しかも生姜焼き定食って安いんだよね。そんな高くないの。高いのに、で、僕、ほんと、肉この一切れで、ご飯めちゃくちゃ食うタイプなの。で、なぜかっていうと、まあ、こんな話していいのかわかんないけど、ほんとちっちゃい時って、親からそう教わったの。やっぱりその、お金がないから、ご飯をいっぱい食べなさいと。お肉はそんなないから、量がね。だから、お肉一切れで、もうご飯をマジでかいっぱいバーって入れて、もうそれでお腹いっぱいにするっていう。で、ご飯、そう、だから僕は本当に、お肉食べるときとか、それでお腹いっぱいになっちゃうの。だからなんかもう、ご飯バーって入れるから、ご飯がないとね、ダメなの。韓国って、トンカツとか頼むと、トンカツの、なんかプレートみたいに頼むと、ご飯がこんぐらいしか出てこないんですよ。本当にこんぐらい？こんぐらい？日本って大体こう、お茶碗でこうやって出てくるんですけど、韓国ってちょっとこんぐらいしか出てこなくて、でも、トンカツがこんなでっかいんですよ。で、どう考えても足りないわけ。もうこのトンカツ一切れで、そのご飯、終わっちゃうの。そう、だからね。そう、で、そういうタイプだから僕が。弥生県って、生姜焼き、その、これだけで、ご飯何杯もいけるし、おかわりできるし、で、やっぱり練習終わりだからめちゃくちゃお腹空いてるし、めちゃくちゃ好きだったっていうのをいきなり思い出した、弥生県。そう。弥生県と、あとやっぱあれだね、牛丼屋さんとかかな。よく行ってたね、練習終わりに。僕は、すき家の、キムチ牛丼に、マヨネーズトッピング、マヨネーズプラスで何十円かなんで、トッピングして、キムチマヨ定食みたいな、キムチマヨ丼みたいな感じにし、いつも食べてたね。そうそう。それか、あとは、松屋の、今あるかわかんないけど、松屋の、塩トントロ定食だったっけな、塩トントロ定食みたいなやつを食べてた、好きで。懐かしい。で、この間日本にさ、春帰った時、まだ1年経ってないか、その帰った時にこの間久々にすき家食べて、めちゃくちゃ美味しかった。で、なんかもうさ、今本当にあれなんだね、なんかお会計とかもさ、なんか自動みたいな、なんかびっくりして。なんか機械が全部やるでしょ？なんか自分でピーって押して、そしたらなんか、何？出てきた、いくらですみたいな。で、現金かクレジットかみたいな選んでやるみたいな。もうびっくりしちゃった、それに。今こんななの？みたいな。もうだから本当に運ぶだけだよね。その、人がやることっていうか、接客的にね、まあ、もちろん中で作ったりしてくれますけど、いや、なんかすごいなって。剣じゃないの？剣じゃなくて、お会計がもう自動なの？なんか人がいないの？なんか自分でなんかその、やるの？なんか。なんかスーパーって今そうじゃないですか。スーパーって行くともう自動で自分でピッピッピッってして、なんかああいう感じで、びっくりした。すごいなって。なんかすごい時代だね。あ、ネイルセルフじゃないです。僕がですね、あ、そうそう、今ネイルしてるんですけど、僕はもともと爪、もともとっていうか爪がいきなり1年前ぐらいにガタガタになって、ものすごいガタガタになって、で、ずっとここに
テーピングしたり、絆創膏つけてたんですよ。もう見せれるような爪じゃなかったんで。で、しかも原因不明で、なんか大学病院まで行ったのに原因不明とか言われて、なんか、そうそう。で、薬も飲んでるのに、薬飲んでても全然良くならないし、で、ちょっと諦めてたんですけど、で、先生から、ネイルしてもいいですよって言われたんで、ネイルしました。ネイルしたから今、そのガタガタはもう見えなくなったから。で、今回はね、ここ2色色違うんですよ。これベージュとカーキ。で、この、ここだけ色つけた。あとは透明です。あと透明。そう。爪用のね、薬あるんです。飲む薬と、塗る薬と、もうなんかいろいろ渡されて、しかもそのずっと半年ぐらいやってたけど、全然何の意味、何の評価も、効果もなかった。僕はね、まあもちろんその、ある人もいるかもしれないけど、僕はなかったんですよ。原因不明って言われて。どういうことって。多分ね、近くで見たろ。ちょっとほら、こっちが明るいでしょ。これベージュです。これカーキです。シティポップは好きですよ。僕たちの曲もですね、今流してる曲